どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが4月1日金曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日ジャイアンツと戦ったわけなんですが、結果5対6の1点差負けということで、開幕7連敗。まあ、最後の最後を追い上げはしたんですけれども、やはり序盤からの一発構成に泣いてしまった、まあ、藤波投手の炎上に泣いたという試合展開でしたね。で、今日の試合に関しては、開幕7連敗の内容もそうなんですが、試合の途中、中野選手、マルテ選手の気になるね、まあ、懲罰気味の交代。こう いいいいいいったたとところにつててても深掘りをししききなながらお話思ます。では、早速お話をしていきますけれども、まずは投手陣から見ていきましょう。先発の藤波投手ですね。まあ、藤波投手は開幕戦7回3失点。残念ながらその後の大逆転負けで勝ちはつかなかったんですけれども、まあ、開幕2戦目、先発ピッチャー一巡して、さあ、この藤波投手の投球内容、まあ、師匠菅野投手との対決注目していたんですけれども、まず結果からお話をすると、4回7安打、4死球6失点ということで大炎上。まあ、チームは開幕から続く6連敗。この嫌な流れを断ち切るのは藤波投手しかいないかなというところでね、まあ、投球内 内容を注目ししていたんですけれども今日は立ち上がりりから苦しむことになりましたまず、坂本選手、ポランコ選手に連続アーチを浴びて、2点失って、で、続く大城選手にもソロホームランということで、まあ、2回までで3本ホームラン浴びたと。で、これは藤波投手にとって、プロワースト1試合3飛弾ということで、今日の投球内容を見てると、球速はだいたい154キロから155キロぐらい、まあ、球速はね、しっかり出てるんですけれども、まあ、そのストレートを簡単に打ち返されてしまうっていう展開続いてましたよね。で、続く3回は2アウト、ランナー満塁で、丸選手に2点タイムリーと。で、4回は坂本選手の犠牲フライということで、ほ、まあ、本当にこう、前に 失点してしてまううという流れで4回7アンダー、回球6失点という内容ですで藤浪投手は降板後、なんとかチームに流れようという思いでマウンドに上がりましたが、相手ら線にいいようにやられてしまい、悔しい投球となりましたということで、藤浪投手の生命線であるストレートを打たれるっていうね、まあ、次の投球でどう修正していくのかというところは気になるところですが、やっぱり今日は藤波投手の序盤からの大量失点、これが結局最後まで響いたなという試合展開です。で、タイガースは5回から系投に入っていたわけなんですけれども、今日の試合、まあ、昨日の試合もそうですけれども、中継ぎ陣の踏ん張りというのが良くなってきてますね。まず5回の石井投手。 まあこの石井投手はヒットとフォアボール絡みでピンチを背負いましたけれどもなんとかゼロやっぱりこうビハインドのピッチャーというのは余計に失点してほしくないんですよねもちろん勝ちパターンの投手もリードを保ってるわけですから失点したら痛いね、まあ、同点逆転という流れがあるわけですがビハインドのピッチャーも点を取られてしまうともう完全に試合が終わってしまいますから、まあ、石井投手に関しては完全ビハインドの状態でマウンドに上がってるわけですけれどもしっかりゼロで抑えることによってね、まあ、次流れが来るかもしれないというところでゼロに抑えたここは一つ収穫ポイントですで6回の浜地投手この浜地投手が良かったですよね 低めの変化球打たれはしましたけれども、高めからスッと落ちてくる、まあ、カーブであったり、フォーク、まあ、変化球の落差が大きいんで、これバッター対応できてませんでしたよね。で、アウトローにもストレートバチッと決まっていたんで、浜地投手はこれで開幕戦からいまだ無失点、いい状態続いてます。で、7回マウンドに上がったのが、霧式投手ですね。まあ、キ投手は先週の日曜日、先発としてマウンドに上がっていましたが、今日中継ぎとして初登板。ということはおそらく日曜日はガンケル投手の復活登板というのが濃厚です。まあ、先発としても中継ぎとしても落ち着いたピッチングしてくれてるかなという印象ですね。で、8回は小野投手、まあ、吉川選手のライト前ね、 という打球だったんですけれども、それが抜けてしまって、そこからピンチが広がりはしましたが無失点。ですので今日の中継ぎ4投手ですね、石井投手、浜地投手、霧嶋投手、小野投手。まそれぞれランナー背負うという展開ではありましたが、ビハインドの中でなんとか粘るまあいいピッチングを見せてくれたんじゃないかなというのが個人的な感想です。では続いて打者陣見ていきますけれども、今日は全体で8安打5得点ということで、昨日が10安打2得点という流れでね、このジャイアンツ東京ドーム乗り込んだわけなんですが、それなりに点を取ることができましたけれども、やはり序盤の失点というのが痛かったまそういう流れですね。ではまずサメを見ていきますが 1番センター近本選手、2番ショート中野選手、3番ファーストマルテ選手、4番ライト佐藤選手、5番サード大山選手、6番セカンド糸原選手、7番レフト糸井選手、8番キャッチャー梅野選手、9番ピッチャー藤波投手ということで、ま、今日は右の菅野投手ということで、メンバー変えてきましたよね。ま、糸井選手をスタメン起用で、中野選手を2番に上げて、糸原選手が6番というね。で、得点シーン見ていきますけれども、チャンス巡ってきたのは5回ですね。糸原選手のツーベースで、さあ、この糸井選手、ま、糸井選手に関しては1打席目にレフト前ヒットを打っていて、やっぱり状態いいなというところを見せていて、この菅野投手 の外のストレートを捉えてタイムリーヒット。まあこの伊藤選手は開幕からいい状態キープしてますけれども、やっぱりこの早い速球に振り負けないというところですよね。まあ、今日の菅野投手スライダーの切れも良かったんですが、ストレートもビタビタだった。そこアウトコースのボールをしっかり逆方向を中心に8き返したっていうところで伊藤選手の好調というのが伺えます。伊藤選手は今日マルチアンダでシーズン全体の打率というのも3割19年目を迎える大ベテランですけれども、本当に頼れる存在になってくれてます。で次の得点シーンというのは6回ですね。まあ、この辺からねまた後ほどお話をしていきますがメンバーがちょくちょく変わってきたと。で途中出場の木波選手 レフト前打、まあ、打っっったた後のののガッツポーズととといいうううががががあありましたけれれれどもここうこう途中出場の選手ててくれるるるによ流来で、次の近本選手がライトへのタイムリースリーベースということで、これで1点返すと。で、近本選手を3塁に置いた状態で打席に入ったのが小畑選手。まあ、この小畑選手も途中出場というところだったんですが、で、今日タイガース打線、菅野投手からかなり三振してたんですよね。まあ、なのでランナーを置いた状態で三振だけは絶対にダメというところで、なんとかバットに当てて、ファーストゴロでこれも1点。ですので、この回の2得点というのは、途中出場の選手たちがそれぞれ結果を出した。巻、まあ、並選手のレフト前でチャンスを拡大した。で で、三塁にいる近本選手を途中出場の小畑選手がしっかりバットに当てて返すっていうね、もちろんタイムリーヒットを、まあ、ヒットで繋ぐっていうのが一番理想形ではあるんですけれども、やっぱりこういう一つのチャンスをものにしていく、まあ、タイガースここ最近気になるのはやっぱり残塁ですから、そういうところを一つずつ解消していく打点というのは大きいかなと感じてます。で、中継ぎ投手がしっかり粘りを見せていく中で迎えた9回、まあ、ジャイアンツの守護神、大勢投手、マウンドに上がったわけなんですけれども、まあ、やっぱり球速いピッチャーですよね、最速156キロぐらい出てましたけれども、まあ、ロハス選手がなんとか粘りながらフォアボールを勝ち取って、まあ、最後のバッターというところでね、まあ、大山選手めぐ 打ってきたんですが、もう本当に粘りながら粘りながらちょっと大振り気味かなというところではあったんですけれども、粘りながらしっかりコンパクトなスイングに切り替えていって最後抜けてきた変化球ですね。まあ、多少泳がされながらではありました。けれども、これは大山選手のパワーですよ。レフトスタンドに運んでいて、これがツーランホームラン大山選手にとって今シーズン第1号ということで、今日7試合連続安打を含めて大山選手はマルチアンダー。まあ、このホームランはやっぱり大山選手の気持ちが出ましたよね。このまま簡単に終わらないと、まあ、これからずーっと対戦していく守護神になるでしょうから、そういうことを考えると、ロハス選手のフォアボールはもちろん、大山選手が粘ってのホームランと。 は、今後ね。ジャイアンツとシーズン戦っていく中で、非常に貴重な一発になったんじゃないかなということで。まあこの大山選手の状態がいいというのは本当にポジ要素です。まあ、大山選手に関してはね。開幕7番でスタートはまあ、どんな打順でも結果を出すということはね。常々語ってくれてる選手ですが、まあ、打順が上がってきて、現在5番この5番でしっかりランナー返してくれてるというのは非常に大きなところなんで、今のタイガース打線の中で間違いなく一番状態がいい選手ですからね。まあ、その後ろを打つ選手というのも、今後注目ポイントになるかなと感じてます。はい、ということで、まあ、今日の試合内容をまあ、得点シーンであったりね。ピッチャーの内容についてお話をしていきましたが、今日の。 見ていいく中中で2つ気になる交代というのがありまましたまずは中野選手今日この中野選手の途中交代に関しては、いろんな可能性が考えられるかなと思うんですが、まず今日の試合、中野選手、盗塁カバーに入った際、タッチをした時に、ちょっと体を痛めるそぶりっていうのがあったんですよね。ですので、首脳陣としたら、そこが気になっての交代というのも考えられるわけなんですが、もう一つというのが、懲罰気味な交代。というのも今日中野選手、1打席目に空振り三振をしていて、で、そこから3回、ビハインドの状態で、先頭バッター絶対に出してはいけない、これ以上失点してはいけないというところで、吉川選手のショートへのボテボテのゴロをこれファンブルしてしまって、エラー で、その後ピンチが広がって、丸選手の2点タイムリーということで、ま、ほんと痛い失点に繋がってしまったんですよね。で、このエラーが起きた後ですね、中野選手はそのまま2打席目に入って見逃し三振ということで、ですのでバッティングでは2打席連続三振、そして守備ではミスがあるということで、まあ、中野選手はカープ戦でもね、トンネルというのがありましたから、まあ、そういうところを考えての懲罰気味の交代というのもあるかなと。まあ、もちろん現在、矢野監督のコメントがない時点で、懲罰気味の交代と決めつけるのは良くないかなと感じる反面、まあ、怪我での交代ということであれば、2打席目立つ理由というのはあまりありませんからね。もし懲罰気味の交代ということであれば、 ののの試合選選手手がががシショョーートトをを守守ったりととかか、まあ、違うううるるいい可能性はあるのかないうのが現時点で、の考えですですもう一人気になる交代がマルテ選手ですよね。このマルテ選手に関しては、今日ちょうどね、朝の動画でお話をしましたが、なかなかバッティングの状態が上がってこないと、まあ、シーズン通して長打がゼロということでね、まあ、この東京ドーム、去年得意とした場所ですから、そこでどういう結果出してくれるのかというところでね、まあ、菅野投手相手に見逃し三振、レフトフライということで、今日も2打数ノーヒット。これでシーズン打率は1割5分4人ということで、このマルテ選手が繋げない、そして一発長打が出ない、まあ、決定力に欠けてしまうというね、まあ、そこが 非常に痛いところななんんででですすがが今日守備でもまたた気になるプレーがあったんですというのも、これもね、丸選手の2点タイムリーの話になるわけなんですが、高いバウンドでファーストの頭を越えていったと。で、この丸テ選手の高いバウンドへの対処というのは、カープ戦でもありましたよね。菊池選手がバスターで一塁側に高いバウンドを打って、まあ、ジャンプせずに一塁の頭を越えていった。あれも僕の中でジャンプしてたらどうかなという当たりだったんですが、今日この丸選手の打球というのも、まあ、ほんのちょっとね、ジャンプしていましたが、全力でジャンプをして、まあ、グラブを伸ばしていればどうかっていう高さのバウンドだったんで、その全力の対応ができてなかったかなというところ気になりましたし、 ででは2打席連続でノーヒットということでまあ、そういうところも考えてマルテ選手を変えたのかなと。ままだまだタイガースとすれば追っていく展開でしたからね。一発のあるマルテ選手を下げる理由というのは、まあ、こういう懲罰気味なところか、もしくはちょっとジャンプした時にピキッと来たかなという考えはありますけれども、まあ、どちらもね、中野選手もマルテ選手も、まあ、懲罰気味というのが考えられるかなというのが現時点での予想です。もちろん、試合後の矢野監督のコメントというのが気になるところですが、2番の中野選手、3番のマルテ選手、まあ、この2人が途中で変わったということは、明日の試合メンバーがガラッと変わる可能性もありますよね。 たり小幡選手が打点を上げていたりですので左バッターメインになるかなというところでまあ、木並選手とか小幡選手そういう選手が出る可能性があるかなというのがね現時点で考えられるところではありますがまあ、最後の大山選手の一発というのも非常に大きいですし明日こそトーがしっかり噛み合っての勝利というのに期待したいなと思ってますはいということで今回の動画では本日4月の1日に行われたジャイアンツとの1回戦についてお話をさせていただきましたまあ、結果は6対5ということでま本、あ、当惜しくもね、まあ、1点差届かないというところではありましたが序盤の失点というのが痛かったで明日はプロ2度目の先発となる小川投手ですねまあ、前回 6回途中4失点ということで、まあ、最後3巡目でね。粘ることができませんでしたが、この小川投手の初勝利で連敗止めたいという流れです。まあ、今日の試合、そして7連敗について思うこと、よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで。以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かったためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局チャンネル登録者27、700人突破いつもありがとうございます。皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者。 専人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますでまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホありがとうございましたタイガースは開幕7連敗本当に苦しい状況を続いていますが情報発信をやめません皆さんと一緒にトラホできる日まで願って応援していきましょうでまた